お邪魔します、タマ。やあ、ミタマンくん、いらっしゃい。竜巻の人。いや、その説は本当に申し訳ない。てっきりアラミタマだと思ってね。あの後、チャタロウとヤコに怒られたよ。本当、タマ？もう僕をぶっ飛ばさない、タマ？飛ばさない、飛ばさない。君は着ぐるみというもので、中に人が入ってるんだね。市長さんから聞かされて、ようやく理解できたよ。普通見ればわかる、タマ。まあ、ともかく、僕は綾ヶ島神前大使タマ。河川神社の神主の鞍馬さんに、三の島のおすすめポイントを教えてほしい、タマ。おすすめポイント、そうだね。そもそもこの河川神社の起こりは…ストップ！もしかして、そのお話長くなる、タマ？ん？まあそうだね。日が暮れる前には終わるんじゃないかな。やっぱりずれてる、タマ。そんな長々と神社のお話を聞きたいわけじゃない、タマ。もっとわかりやすい映えスポットとか B 級グルメとかを知りたい、タマ。映えスポットっていうのが何なのかよくわからないけど、みんながよく来るところならあるよ。おお、それタマ、案内してほしい、タマ。いいとも、こっちに行きなさい。おお、温泉タマ、しかも露天タマね。うん、ここの温泉の効能は、擦り傷、切り傷、打ち身、捻挫、リュウマチから神経痛まで何にでも効く万能の湯なんだ。他の島からも入りに来る人がたくさんいるよ。そうタマ、こういうのが知りたかったタマ。ここなら観光客がわんさか来るタマ。クラマさん、僕も入っていいタマ？もちろんだとも。後でバスタオルを。日頃の疲れが溶けてゆくタマ。あの、ミタマンくん、君、中に人が入ってるんだよね。え、そうだけど、それがどうしたタマ？なんでそのまま入るんだい？着ぐるみって脱ぐもんじゃないのかな？今はお仕事中だから、ミタマンはミタマンタマ。脱ぐなんて言語道断、子供たちの夢を壊してしまうタマ。これは映えるタマ。戦慄いいとは固いタマね。そういうものなのか。